理科と玉川。JR 渋谷駅のハチ公口の改札を出ると、外国人観光客がスマホをかざして渡るスクランブル交差点の風景がある。交差点の右側を渡るとパルコのある公園通りに、斜めに横断すると若者で賑わうセンター街に出る。かつてこの路地には宇田川という川が流れていた。川沿いには水車小屋が点々とあるのどかな田園風景が広がっていた。ハチ公口の通りを左に進むと渋谷109のある Y 字路に出る。左の上り坂を道玄坂と呼ぶ。その昔は商家が軒を連ね、渋谷では宮益坂に次いでのにぎわいがあった。右側の通りは文化村通り、旧栄通りと呼ばれ、東急百貨店に通じる。理科は28歳の時、この通りで炭の氷を商う3人の子持ちの家に5歳として嫁いだ。家計は厳しかった。結婚から5年目に遭遇した関東大震災が理科の未来を変えた。家や店を失った下町の人々が復興を期して渋谷へやってきた。そして空き地屋のうち、水車小屋のある川沿いに新しい町を作った。理科は被災者の求めているものは炭ではなく、ほっとして身も心も癒される柔らかい布団だと思った。夫の反対を押し切って玉川布団を立ち上げた。その奇跡を古地図に見つけた。玉川の一歩はここから始まった。